スパムは1970年テレビ番組空飛ぶモンティパイソン第2シリーズ第12話のラストに放送されたスケッチである。迷惑行為を表すスパムの語源となった。スパムの多い料理店、スパムの多い大衆食堂とも呼ばれる。なぜかバイキングのたくさんいる大衆食堂にバンフ夫イが天井から吊り下ろされてやってきて厚化粧のエイトレスにメニューを尋ねる。 ウェイトレスはメニューを読み上げるが、その中は、豚肉と煮豆とスパム、スパムと卵と、ソーセージとスパム、スパムと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 煮豆と、スパムと、スパムと、などと、スパムばかり入っている。スパム嫌いのバン夫人は逆上するが、ウェイトレスは、スパム入りのメニューしかないと言い張る。スパムが連発されるうちに、周りにいたバイキングたちが、スパム、スパム、スパム、 と合唱を始め、食堂は、わけのわからない状態になる。そこへ、ハンガリー人が、ハンガリー、英語辞書を手に現れるが、辞書頼よりのためはエイトレスへの注文が卑猥な発言になってしまい、不審者として警官に連れて行かれる。カットが変わって、歴史学者が登場し、バイキングについて語り始めるが、その話の内容もすぐスパムだらけになり、背景の幕が吹っ飛ぶとそこは、 元の食堂で結局バイキングが合唱。食堂をバックに流れるクレジットもスパムで溢れている。スパムスケッチを執筆したのは同じオックスフォード大学を卒業したテリー・ジョーンズとマイケル・ペリンである。それまでもビジュアル的でショックのある笑いを追求していた二人はこのスケッチも例に漏れずシュールなものに仕上げた。だが、 番組のメンバーによる台本読み合わせでこのスケッチを読んだ際、エリック・アイドルとテリー・イリアムは爆笑したものの、クレアム・チャップマンとジョン・クリーズは気に入らず、書き直してもっとよくできるかもしれないと持ちかけた。しかし、その結果書き上がった台本を読むと、ある程度筋の通ったストーリーになってしまい、本来のスケッチにあったリズムとインパクトが失われてしまった。そこで、ジョーンズとペーリンは、 撮影の直前にこっそり台本を最初のものとすり替え撮影したという。また、このスケッチが執筆された背景には、スパムが第二次世界大戦に橋を発する英国の食料を不足から外れた数少ない肉類の一つだったために見慣れていて飽き飽きする食べ物という意識を募らせていたという事実がある。英国の配給制は戦後もしばらくの間続いたが、その中で 肉類は配給性解除が最も遅かった物資の一つであるという背景がある。したがって1940年前後の生まれであるパイソンズメンバーのほとんどは少年時代に肉の配給性を経験しており、唯一の英国外出身のテリー・イリアムはもともとアメリカ人でスパムの輸出国の出で,である。このスケッチにおいてスパムはスパームと発音が似ていることから、 それを使ったダブルミーニングの言葉遊びがしばしば用いられる。例えば、卵とスパムが卵子と精子、ソーセージとスパムが男性器と生死、万夫人が、と、ソーセージのスパム抜きをちょうだいと頼んだのに対しウェイトレスが、精子のない男性器と捉えて嫌悪感をあらわにした、などと解釈できるといったネタである。同様に、バイキングの歌の中の 可愛いスパムという歌詞は、可愛い精子と解釈できるし、私の蝶はスパムでぱ杯は、直前のかわいいおしりちゃんともども断色行為を連想させる。このように、このスケッチには、ダブルミーニングを使った演技があちこちに散りばめてある。このスケッチにおいて、スパムが必要に繰り返される様子が、迷惑メールなどを表す、スパムの語源の一つとされる。 詳しくはスパム迷惑行為とスパムを参照。自社の製品を元ネタに使われたホーメル食品は、はじめはあまり好意的ではなかったものの、宣伝効果を狙って、ミュージカルスパマロットのスポンサーを務めたり、スパム博物館を設立して、モンティパイソンのコーナーを設けたりするなど、次第にスケッチを支持するようになった。2014年のパイソンズ復活ライブでは、スケッチとしては、 最後から2番目に演じられた。この際、バン夫人の役は死去したグレアム・チャップマンに代わり、キャロル・クリーブランドが演じた。その後スケッチは死んだオームにつながる。ありがとうございます。